MLB 成績予測、今年の山本由伸、防御率4点台くらいだね。こちら山本選手の成績、悪くない成績となっております。そのくらいの数字だと13、15勝くらいか。防3.4はまあまあやん、年28億くらいの評価か。こんだけイニング投げてなら十分だろうな。ダルの1年目に似てる。まあまあ妥当な予測してくれて助かるわ。契約金が契約金なだけに過度な期待されてそうだからな。防御率はもっといい可能性あるけど、イニングは規定いけるかどうかって感じやと思う。千賀も想像より良かったし、由伸も打たれたら修正していくやろし、防御率はもうちょいええやろとは思う。なんで千賀よりそんなに防御率悪いん？今年の千賀と比較すると基本塁打が10多いな。まあ防御率に関してはこのあたり次第だろうなと思う。日本では基本塁打が少ない投手だけど、山本はシーズン通して投げ切れるかわからんよな。この指標ならもう少し防御率良くなりそうやけどな。ご視聴ありがとうございました。